では今度はブロックが超緯度の部分ですね、無自覚な部分になっていきます。5番目、暗示される機能ですと。超緯度の NI は、NI への憧れになります、暗示される機能、動員する機能、超緯度のいずれかに NI を持つタイプは、NI に対する憧れがある、暗示される NI を持つ SLE と SEE は憧れを抱いている人たち、もしかしたらここ僕がいるかもしれません、はい、SEE は ESFP です、はい、現在の流れが行き着く先を予測したり、行動を起こすか起こすまいかのタイミングを見計らったりする能力に自信がある人を魅力的だと思います、このタイプは衝動的ですが、同時に衝動に任せすぎないようにもしたいのですと、しかしその手の能力には自信がないので、だからこそどこまでやるべきなのかとか、いつやめるべきなのかなど、引き際をよく分かっている人々には畏敬の念を抱き、仲良くなりたいと強く思いますと、彼らも4番の方々同様、未来がどうなっていくのか予測するのは苦手ですが、この ESE、LSE と異なるのは、後先考えず衝動で行動しすぎてしまうのを抑えたいと思っている点ですと、こうした特徴から自分の代わりに予測を立ててくれるような IEI と ILI のような人に憧れを抱きます、また自分の人生に身体を超えた素晴らしい意味を感じたいと強く思っており、自分に性の輝きを見せてくれる人との関わりを楽しみにします。SLE と SEE は未来を見つめて行動することにより身体を超えた素晴らしい意味を感じることができますと、なるほど、はい、では、動員する NI6 番目です、ここも憧れを持つ人、はい、NI に対して、LSI と ESI ですと。先ほどの5番と似て、未来を予測したり因果関係を把握したりしてもらいたいと望んでいるのが LSI と ESI ですと、杞憂、怒ってもいない心配ですね、杞憂から逃れるためには状況がどうなっていくのかについての状況がどうなっていくのかについて定期的に他者の見解を得なければなりませんと、急がなくても間に合うとか、進行中だから取り掛かる必要がないとか、今は黙って見ているのが基地だ、とかいうふうに人から安心させてもらえないと不安でたまらなくなり、そのような問題にすぐさま、そして時には衝動に任せて取り掛かろうとしますと、SLE と SEE 同様、この LSI、ESI も衝動に突き動かされて行動する傾向にあるが、先ほどの5番と違うのは、 NI に基づく未来予測を性の輝きというよりは杞憂から逃れるために必要としている点でしょうと、なるほど、はい、これはなんかこの直感っていうのは勘みたいなものと考えていいんですかね。よく広角機動隊でいうところのゴーストがささやく、いやなんかひらめきみたいな、ひらめきみたいな、よく僕は山で遭難する、ゆっくりレイムだよ、ゆっくりマリサだぜ、はいはい、が、はい、山の遭難を取り扱ってるチャンネルがあるんです、はいはいはい、それを延々と聞いてるんですけど、ガイドがいいって言ったから、とした時に、ついていっちゃう人と離れる人とか、自分を信じて、いろんなパターンで、いろんな遭難の仕方があるんですけど、自分が前熊野古道という、世界遺産に行った時に、ある工程が長い部分を選んで歩いていて、もうこのままだかと、道順に行くのは間に合わないから、もうショートカットしてバス停に行って待っとこう、みたいな判断をして、ピタリと当たったことがあるんですね、そっち行かなくてよかったねって、これは感覚直感どっち、これは何を見たかじゃないですか。例えばもう地図上でこうやって行った方が早いよねみたいな、地図上です、なのか、なんとなく地図上と時間です、うん、何かがささやくじゃないですか、何かが躊躇させるじゃないですか、
僕を、うん、まあ行けと言ったり止まれと言ったり止まれと言ったり、はい、今は起業するのは良くないとか、はい、うんうん、これは何でしょうね。隊長が起業したのは何につき動かされました、うん、計算ですか。まあ、計算というか、はい、まあ、新しいものじゃないですか、はい、コワーキングスペース、当時、まあ、今も若干知らない人もいますしね、はいはい、9年前なんて誰も知らないレベルで、はい、誰も知らないことって面白そうかなと、まあ、この先なんか必要になってきそうだなみたいな。その先はちょっと甘いですね、はい、必要となってきそうだなぐらい、きそうだなっていう、こういけるじゃないんですね。いけるかどうかはやるかやらないかだと思ってるんで。あ、はい、だってやっぱりこの NY は先ほど挙げられていたみたいに、うん、はい、あまりないですね。ないっていうのは使ってないというか、うんうん、重視していないというか、そう、多分やればいける、やればいけるっていうか、やるかやらないかみたいな感じですよ。あ、なるほど、はい、うん、というこの辺、はい、だとするとやっぱり、うん、あなたが行動するときに何を信じて行動するかですね、うんうん、だから将来性は見ますけど、はい、なんとなく見てる感じですよね。僕の場合はこれ来そうだな、でも来るかどうかはまあ分かんないけど、はい、まあ、新しいものでこう今こう一部では流行りだしてるみたいな、はい、今だとチャット GPT 的なのとか、はい、今ひたすら勉強してますなるほど、はい、なんでしょうね、この行動の時のするしないを、はい、あなたの中で何が決めているか、うん、で何があなたのブレーキになっているか、うん、だからそれを直感といえば直感って言えそうだし、日本語ではね、そう、はい、感覚といえば感覚って言えそうだし、そうなんですよ、日本語難しいですよね、この辺は、うん、だから言葉の定義が難しい、はい、ではもうちょっと探っていきましょうと、はい、次は井戸というのは一番下の部分、はい、井戸の NI は NI への侮りです、はい、侮り、はい、侮ってる感じ、侮ってる感じ、うん、無視された機能、うん、証明する機能の井戸を NI に持つタイプは、うん、NI の価値を感じられませんと、うん、というところで7番目無視された NI のところに ILE と IEE ですと、うん、私はもしかしたらここにいるかもしれません、はいはいはい、無視された NI を持つ ILE、IEE は未来の予測や因果関係の把握を容易に行うが、それ以上に大切なことがあると考えます、うん、今から未来へと続く流れと、うん、そこに潜むこれに関するもの、うん、注目した議論、個人的な意味を追い、具体的な想像を伴う一つのビジョンを探求していく議論については徹底的に理解することができますと。しかし数少ない具体的なビジョンや流れに集中するよりも、現在という地点から多くの可能性を探求することの方を好みますと、うん、過去からの学びを生かして、うん、未来を正確に予測することよりも、うん、新しい可能性をたくさん追求することの方が大事ですと、うん、ここも、まあ、今をそう、まあ、結局侮りですからね。そんなの必要ないじゃんって思ってる。だってやって変わることの方が可能性はそっちの可能性を見てる。で要は笑っていいとも、もう、うん、笑っていいとものコーナーも、うん、なんて言うんだろう、やりながら練っていくじゃないですか、はいはいはい、で一つの形になっていくんですよ、うんうんうん、そうするとこのまあこうやっていこうってやるが、うんうん、結局は途中で変えていくのなら、うん、もうやろうって、うんうん、なります、なりませんって、うんはいって思うんですよね。はいはいはい、はい、まあここも分かるって感じですよね。うん、そうだからそうだよねって思います、はいはいはい、でも何かに止められるのは何だろうは思ってます。うんうん、でもここの人たちって、はい、外交直感、外交直感はそうです、外交直感です、外交直感の人たちじゃないですか、はいはい、だから内面的にこう自分が未来を見つめてっていうよりはこう世の中がどうなってるのかみたいなのは見てる。そうなんですよね、うん、では最後証明する NI、うん、LII と EII ですと、うん、それをもっと過激にしたのが、うん、LII と EII ですと、うん、状況が将来的にどう発展するのかについての議論を難なく理解し、うん、やりたいと思えばそういう議論に貢献することも簡単にできますと、うんうん、しかし
今自分が興味を持っている領域における可能性を追求することに比べれば、うん、大したことない、うん、と思いますと、うん、この人たちは自分が進行したいと思えるような、うん、そして余暇活動として取り組みたいと思うかもしれないようなごく一部の特定の、うん、まあ、宗教とかそういう事柄に関係していない限り、うん、超自然的な主張は馬鹿げているとか、うん、甘い考えであるとして棄却するのが普通です、うん、彼らは先ほどの IEE と ILE ですね、はい、以上に未来を予測することや因果関係を把握することは得意ですと、うん、しかしもうそれ以上に馬鹿げている甘い考えであるとバッサリ切り捨てますと、うんうん、バッサリ切り捨ててる感じありますもんね未来はわからないじゃない、はい、とは思うんですよね、はい、うん、そう、この NI の人とちょっと話をしてみたいですね、はい、うんうんうん、どういう見え方なんでしょうね、見え行動するときとか、うん、あ、動機、そう、行動するときの行動する動機、止まるのも動機ですよね、まあ動機です、止めるっていう、はい、どうこれを決めてるんでしょうね、この行き進み、うんうん、多分体調は全てに面白そうがあるじゃないですか、面白そうはあります、僕多分そこじゃないんですよ、まあなんかやれそうとかですよね、ああ、僕はなんか比較的甘い、うん、予測と、うん、儲かりそうっていう この動画で言うとね、うんうんうん、すぐにヒカキンみたいになれるやと思ってたので、はい、まあ、それは僕はないと思ってましたけどねそういう楽観的な見立てと、うん、あとやらなきゃわからないと目立ちたい、うん、多分この辺、そう、僕は多分新しいこととかが好きなので、そうですよね、はい、挑戦したくなるみたいなところ、ああ。この辺は何なんでしょうね、はい、この辺がピタッと分かれば、うん、